はい、今日はパズドラ初挑戦です。昔ちょっとやったことあるんだけれども、これだけ人気のあるゲームなんで新たに一から挑戦してやってみます。まずはチュートリアルからですね。このが縦横3つ揃うと消すことができると。でここが自分のモンスター。これはおなじみの画面の説明ですね。よっ、それで これ次に上から何が出てくるかっていうのは分かんないんだよね。一気にこんなにコンボが出ちゃってすげえな。すごいすごい。それで、あ、今度は自分で動かす。どれを動かせばいいの？なかなかコンボは出ない。はい、ボス戦になりました。お、今回はちょっとコンボ出た。よし、パソコンの画面見ながらやってたっけ。でその2、次の目に進んでみます。どれを仲間に、自分が赤だから、まあ青か緑、緑を入れよう。よし、よし、2回動かせるって。よし、あ、ハートが揃うとパワーが回復、ヒットポイントが回復する。コンボを出すコツっていうのをちょっと勉強してみないと。どれを動かせばいいんだろう。難しい。こういうパズル系のゲームって苦手なんだよな。あ、押せばいいのか。仲間にして、1回、今度は何、まあ、いや、はい、よし、全体攻撃。ちょっとよくわからなかった。どういう条件で全体攻撃？進んでいくしかないわな。コンボが出た。よしよし、これ先に行くとどんどん敵が強くなるんだよね。なんか
か。こいつにこれ、こいつの合成、はい、ヒカリン、レベルアップしました。どれぐらい強くなる、次の塔行ってます。適当に仲間にして、よし、選択して、なんか宝箱まで、昔この要素あったっけ。はい、またボスです。チームコストっていうのが増えると仲間に入れるモンスターがより強力なものが入れられるようになるんだよね。それで、強そうなのが出てきたぞ。難しいな。ガチャってやつやってみます。レアガチャ、よし、なんかすごいの出てきた。え、お、超激レア。え、ちょっとこれってコストどれぐらいだろう。25、今使えねえな。とまあこんな感じで、うん、やってってみるっすか。はい、というわけでですね、チャンネル登録お願いします。頑張ってみよう。